香川県の平均変動率は住宅地・商業地ともに4年連続の下落となりましたが、下げ幅は去年よりも小さくなっています。住宅地で上昇したのは108地点のうち25地点で、そのうち23地点が高松市です。高松市の住宅地はコロナ禍以降では初、4年ぶりの上昇です。最も地価が高かったのは高松市番町3丁目で、1平方メートルあたり28万2000円、去年よりも 4.1% 上がり、上昇率も1位です。利便性の高い中心部や学校などが集まる地区、そして2020年に開業した琴電不正市駅により利便性が向上した南部の住宅地なども需要が高まっています。私が注目しているのは下落率の縮小、この点に非常に注目しております。今年を分岐点として、来年以降香川県全体の住宅地というのは上昇に転じるのではないかというふうに考えております。不動産の専門家は、高松市の地価の上昇が香川県全体の地価を押し上げていると話します。高松市内の人気の地区ですね、こういった地区でお考えの方はですね、一日でも早い検討が必要かなと思います。郊外でお考えの方でしたら、じっくりと時間をかけて、いいものを、お探しになっても、問題はないのかなというふうには考えております。高松市は商業地も2年連続で上昇しています。最も地価が高かったのは高松市都議屋町2番で、1平方メートルあたり45万4000円でした。高松市中心部の商店街やオフィス街の中央通りでは人の流れも回復し、サンポート地区の再開発にも期待が高まっています。その一方で専門家は、商業地の将来に懸念もあると言います。一見見るとね、非常にこう今後良くなっていくのかなという感情は見れるんですけど、じゃあ実際にオフィスビルの中に入ってみると、かなりやっぱり空きのオフィスたくさんあります。やはりいろんな企業はですね、やっぱり県外からやっぱ高松にやっぱり来ていただくというようなやっぱり政策、そういった努力が必要じゃないかなと。